スティックタイプのカフェオレや冷凍食品などが値上げです味の素 AGF はブレンディシリーズのスティック商品や飲料などにミルク感を出す粉末状のクリーミングパウダー商品合わせて38品目を10月1日納品分から値上げすると発表しました値上げ幅はおよそ16%から22%となります ブレンディスティックカフェオレ30本入りなど11品目については、9月1日の納品分から価格は据え置くものの内容量を減らします。また、日分は海鮮縮みなど家庭用冷凍食品4品目を9月1日納品分から値上げします。値上げ幅はおよそ4%から26%で、家庭用冷凍食品の値上げは 今年2回目となります。いずれも原材料価格の高騰や円安などが値上げの要因としています。